いらっしゃいます高橋史郎先生にお話をいただきたいと思います。高橋先生よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。麗澤大学の高橋でございます。私はライフワークとして4つのことをやっておりまして、1つは、GHQ の研究で、それを今までは歴史戦に取り組んでおります。2番目はですね、実は今日はその歴史の話をしに来たのではありませんで、もう1つの、歴史教育と同じぐらい、あるいはもっと大事なのは人間力の養成であります。PHP 教育政策研究所というところで、実は親と教師が日本を変えるという本を出しました。これが私のライフワークの出発点であります。で、教師の人間力を育成するために師範塾というのを作りました。東京、大阪、埼玉、福岡、10年以上やりました。そこから生まれたのが原田隆というカリスマ体育教師であります。彼が大谷翔平を育てました。目標達成シート、今では道徳の教科書に4ページも載っておりますが、これはすべて原田隆の教育によるものであります。で、彼は4つの師範塾4会場すべてに1人の声を全部聞きました。例えば私の声を4会場で全部聞いた、こんなすごい男が出てきたんで、これは何者かと思ってたんですが、彼があっという間に素晴らしい指導者を養成していきました。あとで目標達成シートを画面に載せますけれども、3分の1ぐらいはその師範塾の教育の成果だと私は思っております。で、まだ30代の若い頃に、自治省のお役人から青少年健全育成研究会の座長になってくれと言われて、私一つだけ条件を申し上げました。それは青少年健全育成という前提が私は問題だと思っていると。例えば OECD という経済協力開発機構が最近 PISA の2022の調査結果を発表しました。ところが最も大事なことを日本はマスコミが報じないんです。それは何かというと、衝撃的なデータは何であったかというと、保護者からの支援が日本の子どもは81カ国最低なんです。どん底なんです。親の支援を得てないために日本の子どもたちが今引きこもりやさまざまな問題を起こしている。その根本にある問題は親の問題なんです。そのことをどうも逃げている。先日12月でしたかね、東大でシンポジウムがあった時に香港の教育長官は保護者教育に力を入れていると言いました。親の教育です。つまりこの国の保護者教育、親、大人自身が問題なんです。そこを変えないとこの国の危機は解決しません。ところが子ども家庭省、皆さんご存知のように子ども庁だけじゃダメだと、家庭が必要だというんで子ども家庭省ができたんですが、この議論を見てますと、この家庭の議論、親の議論、保護者の議論がどっかに行ってしまっております。私はそれが大変問題だと思っているんですが、今日お話しするのは、最近私が研究しているのはウェルビーイングということと道徳教育の関係についてです。道徳教育学会のテーマはこれが大きなテーマになります。今日ちょっと皆さん画面で見にくいかもしれませんが、国が閣議決定して教育振興基本計画というのを作りました。で、これは中央教育審議会と審議会が議論して作ったものです。これからの日本の教育の柱は2つですよと。だから来年、次の教育学会はこれがテーマになります。一つは、持続可能な社会の作り手の育成と、どっかで聞いたような持続可能と、サステイナビリティ、持続可能性っていうんですが、持続可能な社会をどう作っていくかという作り手を育成する、これが第一の目標。第2番目がウェルビーイングと出てくるんですが、日本社会に根ざしたウェルビーイング、ウェルビーイングっていうのは簡単に言えば身体的、心理的、社会的に、良い状態、これが、WHO の定義なんですが、一言で言えば幸福ということなんです。次いただけますか。次のパワーポイントを見ていただきたいんですが、これは感謝というものが学術論文で、急増しております。これなんですね。2000年にはほとんどなかったんですが、感謝というものがどういうふうに人生に影響を与えるかということが、急増して、これ全部学術論文です。で、これまではそのマイナスの原因を調べていた心理学がどうすれば幸せになるかというポジティブ心理学にシフトしました。その中心は日本では前野隆という先生なんですけれども、今年の4月から、武蔵野
大学にウェルビング学部というか、そこの学部長に就任する方です。彼は、今度の大阪万博を率いる慶応大学の先生ですけれども、こういうふうに大きな流れが生まれています。次お願いします。SDGs というのは国連が2015年に掲げた目標ですが、2030年はウェルビングにシフトします。そしてこのテーマが大阪万博の最大のテーマであります。次お願いします。で、私はこのウェルビーイングというのはもともと日本にあったもの、日本昔話の中にはこの日本的ウェルビーイングのエッセンスが全て入っております。次お願いします。例えば幸せというのは日本語の語源はどういうものかというと、幸せ、相手のために、合わすということ。例えば和歌というのは和する歌ですね。相手のために合わす、これが幸せの語源です。十分一人の幸せじゃないんです。例えば大和歌という、まあ、その日本の和歌、これに日本的なウェルビーイングの原型があります。五七五七七、これリズムです。次お願いします。桜井進という数学者が雪月花の数学という本を書いていて、日本人の脳はリズムでできているというんです。言葉と音楽と体操の3つのリズムで日本人の脳が形成されていると。例えば西洋の美は五対八になっている、これは黄金比と言います。日本の法隆寺とか、あるいは見返り美人図、これは1対1.4、和歌は5、7、5、7、7、1対1.4なんですね。例えば私が埼玉で上田知事と一緒に発達障害の早期発見早期支援の授業をやりました。全く手も動かない目も動かない重度の障害児が和太鼓が聞こえてきた瞬間に動き始めました。脳幹から大量出血している、脳内出血の方がもう脳細胞が破壊されてますが、自分が作詞作曲した音楽が聞こえてきた途端に指揮を取り始めました。次お願いします。これが大谷翔平の、まあ、目標達成シードですね。注目していただきたいのは運というのがあります。これはどこから来たかというと、マサ整形塾で入塾審査を私は、まあ、このさんの後をするようになりましたが、当初はこのさんがやりました。運と愛嬌というのを面接の基準にしました。まあ、そのことを大谷翔平は市販塾で学んでおります。そしてここで出てくるのがゴミ拾いとか挨拶とか部屋掃除とか感性、思いやり、礼儀、こういうものが入っている。で、これが、まあ、韓国でもアメリカでも人間性を非常に評価されているわけですが、こういうものはそこに入っているわけ。あるいは一喜一憂しない、ピンチに強い、それから最大の言葉は、まあ、感謝というのがあるんですよ。あるいはプラス思考という。私たちはこれを心のコップを上に向けると言ってきました。まず子供にこうしろああしろでなくて、親と教師がこのコップを上に向ける、自分が変わるという、そこからしか不安は変わらないんだと、このことを彼は、目標達成シートによく表しております。なんでゴミ拾うのと聞いたら、運を拾ってんだと言って答えたことありますね。これはこの教育の成果であります。次お願いします。私アメリカの大学院留学をして日本の清掃のビデオを見せたことがあります。大学院生が笑い始めました。何やってんのと。清掃なんていうのは業者呼んでお金払ってやるもんでしょうと。いや違うんだと。ゴミを拾う、汚いところをきれいにすることによって心がきれいになる。清掃というのは大事な人間教育の原点なんだと。ここにしつけの三原則と書いてありますが、この原田隆が大谷翔平にやったのは、森晋三先生の挨拶、返事、整理整頓、しつけ三原則、朝の挨拶、吐いて返事、履物を揃える、こういうことを徹底してやってるんです。伸び伸びでやってますが、こういう三原則をきちっと教えた上で日本的な教育をベースにして、あのグローバルな男が誕生してるんです。次お願いします。日本人の幸せ感はみんなが幸せにならないと個人の幸せはないという考えです。宮沢賢治は世界全体が幸せにならないうちは個人の幸せはないと言いました。他から切り離された自分の幸せとかそういうことではありません。絆の中でみんなが幸せになっていくという、そういうことが私たちの日本的な価値観、ウェルビーイング、日本社会に根ざしたウェルビーイングであります。次お願いします。今これを実行しているのに常若産業甲子園というプロジェクトがあります。常若というのは常に若いという、
私の大学でやったシンポジウムでサステナビリティという英語を常若と訳しました。伊勢神宮は式年遷宮20年ごとに変えられます。常に古きを訪ねて新しきを知るという言葉がありますけれども、そういう恩恒知心を子どもたちが SDGs を自分ごととして受け止めて、自分の地域で大人たちと協力して何ができるかというプレゼンをさせる、これが東工科産業甲子園です。これを今私も高橋塾で50人ほどの教師たちと、実践しています。自分たちの地域で何から始めるかという、まあ、そういう、トコアカというものを子どもたちが地域の中で、伝統の創造的再発見としてこういうことやろうこういうことやろうという、例えば、海のゴミ拾いをしようとか、そういう実践であります。ぜひお願いします。でこのトコアカ産業甲子園に出るのは高校生が多いんですけれども、まず坂村新民の後から来る者のためにというこの詩を全員が読みます。後楽園ってありますね、後が楽になるって、これが日本的ウェルビーイングなんです。自分の幸せじゃなくて後に続くものが楽になる、そのために後から来る者のために今頑張るんだと、まあ、こういう精神でやっております。次お願いします。で私はそれを、今風に表現するとどういうことかと、それは縦軸と横軸の価値のバランスを取るということだと思っております。どういうことかというと、縦軸は常若の不益、横軸は流行であります。で最近、自民党のどこでしたっけね、どっかが多様性っていうんで変なパーティーやったって感じがあります。多様性の履き違いなんです。で私は、LGBT の問題についてもノートに今毎日書いておりますが、一番反応がありました。私が書いた最高裁判決のことに関する文章で最も当事者から連絡がありました。何の話かなと思ったら、私が言ったのは共通性という縦軸と多様性という横軸を混同してはいけない。例えば家庭科の教科書に、性はグラデーションというのがどんどん増えてきました。性自認、性的思考、男が好きか女が好きか、自分を男と思うか女と思うか、性表現、女の服装がいいか男の服装がいいか、そういうのは自分で決めるんだと、それはグラデーションでどんどん変わっていくんだと、こんなの嘘です。性別というものは男と女という、これは共通性なんです。これは科学者が言っています。例えば脳科学の新井康政という方が、男と女の脳の性の文化について本を書いております。あるいはさまざまな方が書いておりますが、中村恵子という方は、5億年の有性生殖の命の歴史があると、その共通性というものをちゃんと見た上で、その多様性というものとのバランスを図らないといけないんだと、後から作られた文化的社会的政策、これをジェンダーと言います。そのジェンダーの多様性ということと性別の共通性というものを、これをバランスを取って考えないといけないんですね。これが混乱しているのが実は今日の教科書だけではありません。さまざまな法律にもそこの混乱があります。不益の縦軸の共通性と横軸の、多様性というもの、これを私は常若と志を立て道を継承する、これは縦軸です。大谷翔平の教育にも貫通しているのはこの考えであります。そして横軸は和して同ぜず、和の精神というのは和して同ぜずでありますが、共に生きる、共に違いを生かし合う、共に新しい秩序を作っていく、まあ、こういうものである。そして和をなして幸せを感じていくという、まあ、こういう、指導和光教育と言っているんですが、和光というととんかつ屋があるっていうんであまり響きが良くないと言われていますが、そういうことは関係ありません。今日私が申し上げたいことは、縦軸と縦軸の不益な価値と横軸の流行の価値というものをちゃんとバランスを取るのが大事な、これが本当の保守でありまして、そこを見失っているから変な流暢になってしまっていると思っております。もう一度申し上げますと、ピサの試験結果の中で家族からの支援というものが81カ国で最低だということが出てきました。この議論をもっとしないといけないんです。し
かし今これはちょっと家庭の問題を言うと統一教会と関係があるとか、家庭教育支援条例と統一教会は関係あるからといって政治家が何も言えなくなってしまっている。そうすると民間から声を上げないと、親が変わらないと子どもは変わらないんです。教師が変わらないと子どもは変わらないんです。そこをもっと本気で議論しないと、保護者がどう変わっていくのかというよりも、親と子が一緒に変わっていく、生徒と教師が一緒に変わっていくというウェルビーイングを考えないと、この国は崩壊してしまいます。母としての病、父としての病を持った多くの親がいます。その親としての学びをどうやって支援していくのか、親が親としてどう育っていくのか、そこを根本的に考えないと、この国は滅びてしまいます。そのことを申し上げたいと思います。以上です。